お父さんが亡くなってからもう1年が経ちました。その間にもタイは多くのことが変わり続けています。バンコクは相変わらず楽しい街です。長く住めば長く住むほど新しい姿が見えてきます。僕たちは今でもここプロンポンに住んでいて、日本人も相変わらず多いです。お父さんが好きだったカスタード中村のパン屋さんはいつもたくさんの人でにぎわっています。ここに住んでいれば24時間いつでも食べ物が手に入ります。以前お父さんと一緒に行ったオーガニックマーケットも今はお店もたくさんになりました。リンが一番喜んでいます。子供だからいつもお菓子や食べ物の試食をもらえるんです。周辺にもレストランが増えて日本食の種類も多くなりました。お父さんの好きな炉端焼きのお店もあって、綺麗だし料理も美味しいです。いや、タイ人ってさ、本当わさび好きだよね。ね、あとさ、サーモンすごくない？ね、なんでさ、他のお魚とかもめちゃめちゃあるのにさ、なぜかサーモンばっか人気なんだよね。昼休みには友達と一緒に行きつけの遺産料理のお店でランチしてます。ส้มตำปูได้ไหมครับ最高か。お父さんはどんな辛い料理でも食べられるって自慢してたけど、最近は僕も辛いものが食べられるようになりました。といってもタイ人の友達には勝てないけど、こればかりは本当にかなわないです。バンコクの気候は相変わらず暑いですが、季節ごとに服を変える必要がないのは結構気に入ってます。ここはまさに毎日が終わらない夏の日のようです。そうそう、今ではバイクタクシーにも慣れました。仕事が終わった後、日本人の友達とカラオケに行くこともあります。今では対人的に考えてあまり心配しなくなりました。もし何かあっても来世があるから大丈夫って冗談で思ったりします。仕事が終わった後、日本人の友達とカラオケに行くこともあります。カラオケで歌ったりサラリーマンスタイルで踊ったりすると、日本の生活を思い出し恋しくなります。何？おばあちゃんから荷物来てる。何？また明日あの公園に連れて行って。いいよ。早く寝な。はい。リンは以前よくお父さんと一緒に行ってたラケットクラブに行きたがります。今は新しいゾーンがオープンしていて遊べる場所が増えました。でもリンを追いかけるのも本当に大変で息が切れます。僕も子供の頃はかなりやんちゃだったらしいから、お父さんが今の僕の姿を見たらきっと笑って喜んでくれるんでしょう。タイではこういうことをガムタムサノンって言うそうです。お母さんがお父さんの形見を送ってくれました。お父さん、毎日リンを見てると、リンの中に自分自身の姿が見えてくるようになりましたが。僕の中にはお父さんがいつもいることを強く感じます。今の凛をお父さんに抱いてもらいたい。お父さんとの思い出をすごく大切に思っています。Canon, delighting you always.